て二次大戦でたくさんの人たちが広島原爆で20万人長崎で10万人弱ウェブで調べりゃ立ちどころに数字はわかるけれどもそれぞれの命のドラマは検索できない。父母兄弟姉妹に夫に不満恋人親戚友人密度の濃さそりゃいろいろあるけれど一瞬で関係断ち切られ胸の中身は誰にだって知られることはできない。そんな中でも繋いだ命のバトン誰の手にもあるんだよ。巡り会えた子供や恋人友人大事人たちにこれから笑顔で受け渡してゆくために、穏やかな毎日を変えられるんだ。この暮らしにありがとうと伝えたい。かつて君にもあるのさ命のバトン。